はい、どうも、こんにちは。自転車会社です。というわけで、一応前回トゥルーエンド回収して、もう一個エンドがありそうですっていう話をしたところで終わったと思うんで、今回そのもう一個のエンドの回収と、をやっていきたいと思います。で、なんかその、ホームページって、もう一個エンドあるんかなっていう感じで確認しに行ったら、まあもう一個エンドありますっていうふうに書いてあって、で、このゲームのレビューを見たら、トゥルーエンドを回収する際に、より丁寧にこう探索を進めていったらエンド回収後に思わずわーって言ってしまいましたっていう納得みたいな、あ、そういうことみたいな、なんかこう感情になるらしいっていうレビューがあったんで、多分前回俺トゥルーエンド行ったは行ったけど、なんかあんま正直しなんだちょっともやな、結局何やったみたいな感じで終わってたと思うんで、もう一回一回ちょっとトゥルーエンドを改めて回収してもいいのかなっていう風に、思ってます。なんで今回ちょっと冒頭からいっぱいなんかカットして繋いでいくような動画になっちゃうかもしれないんですけど、まあみんなでこうエンディングを見ていこうっていう感じでパトボをやっていくか。で、図書館はなんなよ。ほう、全然図書館っぽくないけど何畳あんねんこの部屋。ようこそ、こちらは汎用おまけの部屋になっております。詳しくは目の前のゴスロリ模服が説明しますので、ぜひ話しかけてみてください。俺はてっきりゴスロリ、あ、え、これ俺どこちょっと待って、あ、なんか操作してんな。まあ、明かりをつけてほしいな、まずは。え、花、あ、じゃなくて、どうも、こちらおまけ部屋です。どうでもいい裏話や設定やヒント等が見れます。どうぞゆっくりしてください。あー、なるほどね。あれです。ネタバレ含むっていうのはトゥルーエンドのネタバレになります。だからトゥルーエンド回収後、トゥルーエンドは一応回収したからな。あと出口はそこの扉からです。はい。じゃあ、ごゆっくりどうぞ。なんで暗いん？これで、あ、明かりつかないと。おまけイラスト、まあ見てみよう。おお、笑ってるね、笑ってるやん。笑顔が取り戻されたってことか。遊んでくれてありがとうございました。いやいや、こちらまだちょっと遊びきってないんで、これからも遊んでいきたいと思ってますよ。おとき、あれ、おとき、あ、ん？左のちょんまげみたいなやつなん？動くお花さん？ふ、かわいらしい。え、あと遊んでくれてありがとう。ちょっと雑談、ネタバレ含めしてみるか。ワッチとでありんすか？あー。この名前が。まあ、名前がネタバレってことなのかな。おののき自分。正真正銘の男の子。幼い時に拾われて、遊浪で奴隷のように扱われていたところを、はい、東雲の呪いに救われる。人より死ににくく頑丈なため、幼少期から化け物扱いをされ、自分に価値などないと思い込んでいた。いや、自分でその説明すんの、しんどすぎるやろ。自分で今の説明は結構しんどいぞ。じゃあ、ちょんまげ。おお、この度は廃屋の姫を遊んでくださりありがとうございます。あー、作者さんね。キノコサワシメジさん、あー、ありがとうございます。何もないところですが、ありがとうございます。ほんならあとはこいつか。呪いと、なんか右上のあれやな。やべえ、鼻が動いてるわ、ウケる。クリア、お疲れ様、遊んでくれてありがとうね。まずは、こっちから行くか。僕と、郵便配達のお兄さん。あ、見ん方が良かったかな。超ドライな性格で、自分の利益を優先にする楽観主義者だが、若干優しかったりもする。白の吸血鬼と言われており、恐れられているが、それはまた別のお話。あー、なんかね、このね、ゲームって、なんか元になるというか、あるんやって、他にこうメインの話が。だからそれとちょっと関連してる話かな。血をよこせ、なんちゃって。
裏話、ネタバレ含む、ちょっとまず、ノロイさんにヒント聞くか。うん、トゥルエンドのヒント、欲しい。はいはい、手紙を4つ集めればいいんだけど、そう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 、3通は、はいはい、簡単に見つかった。もう1つは本棚の中。入れない部屋が、根気よく、これやったやった。なんでそれ。やったっす。では、再生しちゃうの。この度は、はいはい、ゲーム遊んでくださり、ありがとうございます。前作の、読まれへんな。魔女。では、で、結構出番の多かった、はいはい、二人をピックアップして制作しました。この話もやってみたいな。その前作ってやつも。二人の過去話はずっと描きたいなと思って、なるほどね。なるほどね。つながるんや、じゃあその話に。実は様々な箇所で植物を、イメージしたデザインがあったのですが、いっぱい出てきた。お気づきになりましたでしょうか。ひまわりやぶどう、雑草の影等々。どうして植物なのかは、こっち遊んでればわかると。前作を知らない方も楽しんでいただけるように内容を大幅カットしたつもりですが、そうね、内容に関してはちょっとまだぼんやりしてるかな。これからも試行錯誤していきたいと思いますので、応援していただけると幸いです。ありがとうございます。じゃあここで聞けることはこれだけっぽいんで、やっていくか。で、多分おそらくやけど、バッドエンドの回収は手紙を4つ集めてない状態で、だから手紙1,2,4を集めた状態で、あそこから出るとおそらくバッドエンドかなと思うんで、多分ね。それでちょっとまずバッドエンドから見ていくか。はい、というわけで今手紙1,2,4を持ってる状態で、3がない状態です。でここで出口に行くと、進む。お、こっちから出ちゃった。ノロイさん来てないみたい。もう少し待ってみよう。けれどその後あの人が来ることはなかった。そんなこと本当は分かっていた。どうせあの人も自分が生み出した空想上の妄想上の人物だということ。辛い現実から、この廃屋から救ってくれる王子様なんているはずなどないのだから。手紙5を見つけれずにずっとここで待ってると、切ないエンドになっちゃうわけね。 OK です。じゃあトゥルーエンド、ちょっと待って。これ今手紙4つ集めた状態です。トゥルーエンドを回収する前に、いろんなところをくまなくしつこく探索することが大事っていうふうに書いてあったんで、もうとりあえずバリバリ探索していくわ。おい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 、読めるやんけ。おお、なになんで、はい。もう一回見ていい？まあ、漢字だらけの文章の内容は、これどこで拾ったかちょっと忘れちゃったけど、まあ、統合失調症ですよっていう診断書ね。診断書ってことね。なるほど。まあ、じゃあ、ちょっと探索を続けていこう。あ、なんか先と違う。綺麗な服は好きでありんすよ。まあ、お前さんは物心ついた時からここにいるからね。でも本来お前くらいの年の子は T シャツにズボンとかで野球なんかすんのさ。野球？棒と球で遊ぶのさ。まあ確かに。棒と球ともう一個ありそうやけどな。今の仕事もそうでありんす。ああ、例えが悪かったよ。サッカーにしとけばよかった。なんか雑談をバンバンしてく？お前さんだいぶ声がハスキーになってきたね。ああ、なるほどね。
だからあれか、こうやってユリネといっぱい雑談することでなんか男かなと匂わせて最後実は男でしたよっていう、そういうことかな。ハスキー、そうだよトキ、お前の声はこれからもっと変わるんだ。変わっちゃうでありんすか。声変わりって言うんだ。この時期に喉を酷使しちゃいけないよ、気をつけな。そしたらお前さんも潮時かねえ。いや、次はそういう客をターゲットにすりゃいいのか。お前さんも大変だね。いつ自由になれる日が来るのか。いや、ないか。自由。というわけで、いや、俺もうくまなく探索したんやけど、まあ、進展があった箇所といえば、ゆり姉さんの雑談が増えたことぐらいやったかな。まあだから多分ああいう雑談の中で男かなみたいなのを匂わせつつ実は男でしたよっていう、そういうこうオチなのかな、ゲームとしては。で途中診断書見てさ、急にこう食われてゲームオーバーになったとかあったでしょ。で診断書もね、よくよく見るとね、多分男のとこに丸がついてたんよ。だそういうなんか男ですよっていうのをこう匂わせながら最後実は男でしたっていう、そういうオチだと思っとこう。でまあね、一旦とりあえずこれで、廃屋の姫は終わりたいと思います。なんかね、なんかまだありそうな気もするんで、もし、なんか他の実況者さんが実況してるやつ、ちょっと見てみようかな。なんか、実は、みたいなのがあれば、ちょっと後付けで、解説じゃないけどやっていきたいと思うんで、とりあえず一旦これで終わりにしたいと思います。では、また次回作でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。